但是杨，这个分楼其实也是共识的。对啊，因为我在跟你讲说，他们是。そういうかもしれない。伝統的な八角形のスタイル。こっちが本当のお寺なのかな。これはこれでお寺ですね。はあ。
て。あそこ灯台だね、灯台。うん。あそこから灯台まで行けるとかってね、だいぶ時間かかる。そうだよ。あんなとこまでは遠い。うん。大きな船が来たね。貨物船、コンテナ船だ。うん、ぐるぐるって回っててくれるのかな。ね、うん。うん、あ、そうか、観光船じゃないからもうそこまでしか行かないんだ。港も行くだけだ。でかい。なんか行ってるんだ。うん、コンテナコンテナ。うん、荷物だね。十分ある。うん、ここが港になってさ、海難より開かれたのはここがこういう大きな船が入れるからなんだね。あれはすごかったね。どっかのこう港の隙間がこんだけしかない、うん、はい、右左右、うん、あれはなんだっけ、中米の運河、パナマ、パナマ運河。あれより大きな船はきっと作らないってことだね、うん、もうアメリカの上であれよりでかい船作ったらもう通れないから役に立たないって、アジアには、うん、そこから船来るから向こうへ来てくる、うん、あの茶色い建物でな、うん、ああそうだね。
近いね。Thank you.
新幹線の駅だよね、うん、これ三重の新三重ここに繋がるとか全部こうしようかな、これも昔なんだよ。ガスタンクとか火力発電所とか。名前ちなんででっかい犬の像があるんじゃない？これを過ぎるともう導入した。
え、これか。あんまりにも。えい、これ。これアンペ。店がすごく多いですね。